アニスはセリカの一年草。古くから香料や薬草として利用されてきた。原産地はアナトリア半島、ギリシア、エジプトといった地中海東部地域である。開花期には家計が伸びて高さ50センチメートルほどの高さにまで成長する。種のように見える果実をアニス科と呼び、香辛料として用いる。西洋用意と表示されることもある。香りの主成分は アネトールであり、同じ成分を持つフェンネルシード、肝臓と似た甘い香りがある。シキミカの八角も同じ、アネトールを含むが、アニスと植物学上の類縁関係にはない。八角は、アニスと似た味と香りを持ち、より安価であるため、アニスの代用品として使用されることがある。果実は、長さ 5mm 程度で2つに結合した、心側からなる総見花であり、 強い方向を持つ。地上に出ている部分は若いうちは野菜として食用にされる。茎はセロリと食感が似ており、香りはアニシードよりもずっと弱い。古代エジプトではミイラを作る菜の匂い消しの一つとして用いられた。エジプト最古の医薬所エーベルス・パピルスにもアニスが記載されている。アニスは古代ギリシアの時代には種として薬草として扱われ。 母乳の分泌を促進する、あるいは分泌期間を伸ばすものと信じられてきた。ローマ人は胃のもたれを解消するため、アニスケーキを食した。その他、権威剤、口虫剤、巨炭剤、歯磨き粉の成分として使われてきた。イーストン聖書辞典によると、新聖書のマタイによる福音書23章23節に出てくるアニスは、現在では、 イノンドと呼ばれるる植物を指しているヨーロッパではカール大帝が各地に作った高業植物園で9世紀頃から栽培が始まっている。しかし原産地から遠いイギリスでは栽培が普及せずヨーロッパから輸入されていた。その希少さから1305年には特別な課税の対象となった。集まった税金はロンドン橋の修理のための資金となった。 やがて、エジプトから種子が入るようになると、15から16世紀には、イギリスでも、一般家庭で栽培され始めた。16世紀のイギリスの、本草書である、バンクスの本草書には、アニスは、肝臓の機能停止を防ぎ、不快なガスの排出を促し、主要な体液の流れを促進するとある。また、アニスを携帯していれば、邪死による災難を避けられる。 といった魔ヨけとしての効能も持つと信じられてきた。植民地時代のアメリカには、リウマチの痛みが収まるまでタバコにアニス油とローズマリー油を混ぜてパイプでふかすという民間療法があった。ケーキやクッキーなどの菓子類やパン、アブサンやウーゾやイエガーマイスターなどのリキュールのほか、カレーや魚介類、鶏などの料理、クリームスープ、ソースにも使用される。 時には、息の香りを良くするためや、消化剤としてや、咳や頭痛を沈めるためにも用いられる。果実を水蒸気蒸留することで、揮発性のアニス油が得られ、香料として使うほか、少量を腹の張りや子供の潜痛の治療薬として使うことがある。アニス油は、沸点摂取210度の黄色の液体で、成分は90%程度が、アネトールである。その他、 カビコール、アニスアルデヒド、アニス酸、テルペンなどを含む。食用以外では、ポプリの作成や入浴剤、狩猟犬の訓練、ネズミ捕りの餌などに利用される。米倉康二、高等植物分類表北流館、2010年、重版。ISBN 978から4から 832608382E。大場秀明、植物分類表アボック社。 2010年、第2冊。ISBN 978から4から90万358から61から4。ABC ヨネクラ工事、カジタタダシ。ピンペネローアニッサムゲル。BG プランツワミョウ学名インデックス。2012年7月3日閲覧。ミズーリボータニカルガーデン。ピンペネローアニッサムゲル。トラーピコス。2012年7月3日閲覧。 イップニー、ピンペネロアニッサムエル。2012年7月3日閲覧。竹政光夫、スパイスハーブ辞典、文猿、社、1997年、ピアニッシモ31から33、マーガレット・ビー・フリーマン著、遠東山茂木役、西洋中世ハーブ辞典、矢坂書房。2009年、ピアニッシモ50から51。ありがとうございます。